正体は玉物前の尾が変化したものだった。大山城に化けていた尾は本来の姿、その先にはきっと玉物前がいる。未だ姿を現さないダッキもいるかもしれない。目指すは玉物前の封印に用いる完全な神経の入手。そのためにまず玉物前から神経入手の経緯を聞き出す。玉物前はこの地に潜んでいる。探し出し神経だが簡単に口を割りますかね。いいな、そううまくはいくまい。ですが、いずれにしてもこのまま放っておく。その通りじゃな。これ以上人の子らを利用。さあ行くぞ。玉物前を捕らえ。この時を待っている。玉物前はこの地に潜んでいる。見つけ出し見つかってきつく銃を据えてやらねばな。この毒斬り、妖術による毒斬りに違いない。東より邪悪の気が流れておる。東というと友人の社ですが、急いで社に向かいましょう。毒斬りを晴らすべし。さすかの者の居場所もわかる。冷める戦ぶり見事。かもしれん。ここは話の場面になります。たとえいかなる状況であっても、これで敵を合わせましょう。
と冴えておいでですな。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。わらわは兵らを許せぬ。消えるがよい。お主の尻尾はつかんだ。もう逃げられぬぞ。口をしやがわらわが人ごときに遅れを取るとは。答えよ、玉物前。心境はいずこから手に入れた。はて、いつのことであったか。遥か昔のことなれば覚えておらん。遥か昔じゃと。よもやあの時ではあるまいな。はいはい、そこまで。玉物前さん、逃げちゃって。えい。だっ、君、玉物前を逃がしおったか。結界を張れ。ダッキの転移だけでも阻止せい。転移の術の行く先を知るのは術者のみ。それが参る。ダッキ様にお聞きするほかありません。ああもう邪魔しないでよ。これからもっと面白くなるんだから。面白くなどさせぬ。それこの騒ぎ、私の過去にも因縁がありそうじゃからの。観念せい、ダッキ。お主の悪ふざけもここまでじゃ。いっててけて。こうせんこうせん。遊んでただけじゃん。荒っぽくしなあでよ。死の道を進むのみ。おい、ダッキ、たまもの前をどこ教えてあげない。ふん、お主が簡単に口を割るはずもない。幽閉士、また旋回に逆戻り。ああ、それにしても玉物前は遥か昔。ウッキ殿、かぐや殿、その昔。心境は旋回の秘宝。遥か昔、旋回を滑る天帝が。ですが、天帝は殺されたのでございます。心境が行方知れずとなったのも同じ頃よ。玉物前を。なら、その頃の過去に戻ったらどうです。その時代なら完全。過去に戻るか。いや、よし、強き将を幾人か集めてもらえんか。復帰様、心境を探し、天帝をお守りしてくれ。死のお主ならと。この度も。うん、お見事。守れなんだ。守るべきお方を。じゃが、今度こそわしは。復帰か。王龍。